スは嫌だ。ピンポンしてお家に入ってくる。こんなサンタクロースは嫌だ。プレゼントが脱ぎたての靴下だ。こんなサンタクロースは嫌だ。そーっと添い寝してくる。こんなサンタクロースは嫌だ。プレゼントが納豆だ。こんなサンタクロースは嫌だ。寝てるところに歌いながら入ってくる。こんなサンタクロースは嫌だ。プレゼントもらって帰っちゃう。こんなサンタクロースは嫌だ。プレゼント勝手に持って帰ったから警察に捕まってる。こんなサンタクロースは嫌だ。うんこ踏んだ靴で入ってきてる。こんなサンタクロースは嫌だ。こんなサンタクロースは嫌だ。こんなサンタクロースは嫌だ。クリスマスあるある、クリスマスあるある。サンタクロースが来るまで寝ないと言い張る子がいる。でも絶対途中で力尽きて寝ちゃうんだよね。寝ちゃったくせにサンタさん見たよとか友達に言っちゃう子もいるよね。逆にずっと起きてる強者は寝ないとサンタさん来ないよってお母さんに怒られるんだよね。怖い。クリスマスツリーの飾りが骨、内臓、目玉だ。こんなクリスマスは怖い。三角帽子をかぶろうとすると人食い帽子で首ごと食べられてしまう。こんなクリスマスは怖い。シャンパンの栓を開けると勢いが止まらず次々と人を貫通する。こんなクリスマスは怖い。チキンを食べるたびにチキンが悲鳴を上げる。そして大量の血が噴き出して部屋中血まみれになる。こんなクリスマスは怖い。クリスマスケーキを切ると中から謎の虫が大量に出てきて襲われる。こんなクリスマスは怖い。鈴の音が遠くから聞こえてきたので外を見ると凶暴なトナカイが襲ってくる。クリスマスは怖い。再び鈴の音が遠くから聞こえてきたので外を見るとお坊さんの幽霊が襲ってくる。こんなクリスマスは怖い。真夜中物音がしたのでサンタさんだと思って目を開けると血まみれの男が立っている。こんなクリスマスは怖い。朝目を覚まして靴下の中を覗くとそのまま吸い込まれて二度と戻ってこれなくなる。
マスあるある。普段食べないものが無性に食べたくなる。長靴に入ったお菓子、あれクリスマスの時だけ食べたくなるんだよね。あとクリスマスになるとやたらとみんなケンタッキーフライドチキン食べたがるよね。ケンタッキーの白ひげのおじさんをサンタクロースと勘違いしている人いるよね。嫌だ。パート2。クリスマス当日になってもこたつから出てこない。こんなサンタクロースは嫌だ。タクシーに乗ってやってくる。こんなサンタクロースは嫌だ。プレゼントを YouTube で紹介しちゃってる。こんなサンタクロースは嫌だ。窓から座って入ってくる。こんなサンタクロースは嫌だ。ドンキホーテで売ってる女性用のサンタの衣装でやってくる。こんなサンタクロースは嫌だ。自分がプレゼントだ。こんなサンタクロースは嫌だ。ベッドの下で隠れてる。サンタクロースは嫌だ。プレゼントが高価すぎる。こんなサンタクロースは嫌だ。待ってるトナカイがうんこ漏らしちゃってる。そしてそのうんこ上からよく見るとメリークリスマスってメッセージになってる。こんなサンタクロースは嫌だ。こんなサンタクロースは嫌だ。こんなサンタクロースは嫌だ。嫌だ。嫌だ。クリスマスあるある。クリスマスあるある。誕生日が近い子は損する。クリスマスが誕生日だとプレゼント一緒にされちゃってかわいそうなんだよね。お正月が誕生日でもお年玉と誕生日プレゼント一緒にされて嫌だよね。あとクリスマスとお正月の間の誕生日の人なんて全部一緒にされちゃって最悪だよね。ネバール君の知りたい教えたい知り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 たい。クリスマスイブのイブとはイブニングの略語だ。教えたい教えたい教えたい。知りたい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 。クリスマスツリーに飾るボールはもともとはリンゴだった、教えたい教えたい教えたい。知りたい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 。プレゼントを靴下に入れるようになったのは聖ニコラウスという人がある貧しい家族の三人娘を助けるために干してある靴下に金貨を投げ入れて助けたことから始まった、教えたい教えたい教えたい。知りたい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 。オランダにはクリスマスが2回やる、教えたい教えたい教えたい。ネバネバ TV を見てくれてありがなっとうネバー。
ベルボタンも押してねばよ。イベントやグッズ、アプリの情報はホームページにあるねばよ。